皆さんこんにちは、小川太郎です。安倍元総理の周期が近づいてきました。安倍元総理のお話をする機会も増えているように思いますが、私、おそらく10年にわたってですね、各地でさまざまな講演会で講演に呼ばれると、そうするといろんなところでこういう話をしてたんですね。今安倍総理が、総理大臣として頑張っておられると。でこれはね、皆さん、安倍総理がこの日本の国に下駄を履かしてくれてるだけなんですよ、今の日本は。と、安倍さんの政治がなくなったら、その前はどういう時代だったか、今はもうずいぶん前になっちゃったんで、10年一昔になっちゃったんで、記憶はものすごく薄れていると思いますが、安倍さんの前は民主党政権です。でこの政権の時にどんなに我が国が、ボロボロガタガタになったか、しかしそれはこの3代の責任というよりも平成年間を通じてですね、イデオロギー戦、歴史戦も全部妥協して、もう自民党だろうと政権交代した後の野党だろうと、本当に、我々から見て日本を失う政治が大半だったんです。でその状態から安倍総理が第一次で、土台を作ったけどすぐ挫折する、そして第二次で満を持してですね、あらゆる反省のもとに長期政権こそは力なんだと、長期政権と株価ですよ、長期政権と株価、これはものすごい単純化した言い方だけど、この2つに外交安全保障を組み合わせ、そしてリベラルの人たちも含め、日本の無党派層な人たちも含めた幅広い支持を得られるようなウイングの広さを持つ、大きく言うとこれで安倍総理は第二次政権で日本を突然のように蘇らせてくれたんですね。でもその前の状態はゾンビだったんだ。だからゾンビにいきなり注射打って急に本当に蘇生すると思いますか。それは違うんですよ。その間にしかし、もう8000円台を低迷して世界で先進国あるいは G20 の中でもう圧倒的な経済敗者だった日本をですね、3倍の株価までまずは1年半ぐらいで持ってった。3倍だからね、これすごいです。でもさらにその後菅政権、岸田政権ととにかく、概ねこれを継いで、安倍総理が履かしてくれた下駄をなんとか今この雇用も安定状態が続いている、そして、安全保障、この番組でも岸田政権が安全保障でどんな頑張ってるかと、これを言うと評判が悪いかもしれないけど、私はこれを言い続ける番組が一個でもきちっとなければいけないと思って続けているんですね。でこれ安全保障だけじゃない、原発再稼働も私も再三言ってます。でこのような状態で安倍さんが履かしてくれた下駄を、脱いじゃってないんだよ。でこの状態を私たちは死守しながらよりしっかりとした国を作っていくという世論を作る、その理解者の輪を作るということを私はこの番組を始めて、2ヶ月半、そういう念願のもとに、これを発信しています。でですからね、この安倍さんの履かしてくれた下駄って言い方は、私は安倍さんがこの国に下駄を履かしてくれてるうちにね、皆さんが自覚をして、皆さんがこの国を引き受けない限り安倍さんと官邸だけで日本が変わるわけないでしょっていう話をずっとし続けた。でもまあ話を講演をする、日本中でその通りだと思いますと言われる、でも私はその都度ものすごい孤独を感じた。今に至るまで本当には響いてないんだろうなという孤独感ですね。そしてそうだったと思いますよ。響いていたらもっと安倍さんの後にくっついていったり、安倍さんの周りでお調子林をいくらやったってダメなんですよ。そうじゃない、安倍さんの先に立ってもっとここまでやれと、政策メニューをきちっと、理念をきちっと立ててですね、よりその下駄を強化していくことをやるということが必要だった。私はやはりそういう意味で、
政治というものに対しては職業政治家や政権の政治家が関与するだけじゃなく、私のような市井の、まあはっきり言って何の肩書きもない、全く何の社会的な肩書きもないからね。そしてその生涯、まあ司馬太郎さんは生涯一書生といった、私も、終生浪人者だと思っている。浪人者だからいざっていう時は討ち入りでも何でもできるんですよ、失うものがないから。だからこういうですね、民間で本当に裸一貫になってこの国のために何ができるかと思っている人間が1人2人5人10人20人とですね、評論家ではなくて本当に動く側として育っていかなきゃいけない。ただ私は安倍時代はですね、安倍さんをとにかく安倍政権を支えると、つまり今言ったせっかくの高い下駄履かしてくれてる人の下駄を一日も長く脱がないでいてもらわなきゃいけないからということを一生懸命やるということで、とてもではないけど、こういう動画を通じての、一種のこう国民の皆さんに、視聴者の皆さんに啓蒙したりとかっていうその余力もなければですね、いろいろ教育の余力もなかった。しかしこの一周期を機につらつら思い見るに、やはり安倍さん亡き後の日本という現実を引き受ける、そのそういう国民の層を作っていかなきゃいけないんだなと。この言い方はおこがましいかもしれません、しかし私のそれが正直な実感です。まあ一つの例を挙げますが、今日のこれ産経新聞、中国がキューバにスパイ施設をということで、アメリカが諜報拠点の拡大を警戒している、まあ、これはもう去年の12月ぐらいに一報がもう報じられているんですけれども、キューバといえば、キューバ危機、ソ連がアメリカのすぐもう庭ですよね、アメリカの庭のであるもうキューバに核を配備しようとして、一触触発の事態になったことがありますね。でそのキューバがやはり今回中国によって狙われているということが記事になっています。そして、これは米中の、まあ、諜報拠点の拡大を警戒ということはありますでしょ。そう、まさにこれは諜報活動です。そして日本は諜報活動は存在しますか。存在しないわけですね。事実上全くと言っていいほど諜報活動、諜報能力がありません。そして、この状態をの中でアメリカと中国が日本の頭越しに、そして北朝鮮は日本の頭越しにミサイルをパンパカパンパカ撃って、そして米中は日本の頭越しに諜報戦を、ものすごいシビアな諜報戦をやってる。日本はミサイルいくら撃たれたって我が国にはミサイルもなければ核もない。そして中国とのアメリカがいくら情報戦やったって日本は情報機関がない。都市空権とかね、素手とかね、丸裸とかね、そういう状態なんですよ。でその中で安倍さんが下駄を履かしたって言ったって、丸裸でいくら下駄履いて高下駄履いてたって、これは丸裸の高下駄っていうのはもうなんか川柳にもなりません。こんなことはずっと続くもんじゃないんです。だから私は安倍さんの時代になんとかその高下駄じゃなくて本当の地盤を上げていかなきゃダメなんだよという話をした。でも結局そのまま、まさかこんなに早く、安倍さんが本当に、政権が終わるということを私は考えてましたよ。だけどまさかなくなるとは思ってなかった。現実にそうなった。じゃあ私たちはこれに対してどうするんですかと、こういう世論をきちっと作っていく、つまり、諜報機関を日本が持たない限り、情報戦ができる国にならない限り、自前の防衛、つまり戦争の抑止が情報戦です。ドンパチやる前に情報戦で戦争を防ぐということですよね。そしたら、殺戮や戦闘なき一種の戦争が情報戦なので、その部分をどう強化するかということを保守派が、専門家もすでにいるわけです、何人かね。でそういう人たちと一緒にですね、やはり、きちっとしたシンクタンク機能を、形成していきたいと、そういうことを思って、私もそれこそ丸裸都市空権、まあ金はない人はないという中でも少しずつでも今一生懸命やっております。でもこの情報戦ということね、これについて、少し
エピソードを話しておきましょう。これは日本版の NSC ができた時に同時にですね、さあ次は日本版の CIA だということになったんですよ、安倍政権で。ところがこれはまあ細かいことを抜きにして言いますと、当時の防衛省と外務省の間で一種の縄張り争いと言いますかね、アメリカから止められたというより私はやっぱり防衛省、そして外務省、まあ、さらに言うと、警察、それぞれが、非常にこのそれぞれのキーパーソンが安倍総理に、非常に、食い込んでましたから、その中で事実上空中分解して話が断ち切れになったというのが私の、当時の理解です、印象です。関係者と私もそれぞれに関係がありますから。で結局はいつの間にか話が消えちゃったんですよ。しかしですね、やはりその後を見ていても安倍政権、私は安倍外交を高く評価している。おおむねのグランドデザイン、そして G7 や G20 を引っ張っていく、あるいは NATO との関係強化、すべて素晴らしい。しかしうまくいってなくて、うまくいってないことをはっきり書いてきた安倍外交がある。それは何かと言ったら、全体主義国家、独裁国家との外交は全てうまくいっていないんです。端的に言えばロシア、中国、北朝鮮との関係です。ロシアは、プーチンに食い込んだ。しかし、これは多分にやっぱり安倍さんの善意、そしてお父さんの安倍晋太郎さんの日露関係の思いというものが私は背景にあるかなり甘い外交だと、これを言ったら怒られるだろうからね。やはり本には書いたよ、本には書きました、安倍政権の功罪という本で。で総理は早速拝読しますと言ってくれたけど、感想は言ってこなかったからね。この章は結構ね、全面否定なんだ、安倍さんの日露外交の。まあこれは愉快じゃなかったと思うけれど、私から見ると甘いと思ったな、当時から安倍総理の日露外交は。そしてこれもそうなんですけど、さらに甘いのは北朝鮮や中国との関係についてですね、やっぱり官邸官僚や側近官僚を使うんですよ、安倍さんは。それは小泉さんの時にね、ミスター X と北朝鮮とかね、民間がいろいろ入ってくるとね、もう利権とか情報の交差とかね、それから誰が誰を使うって、北朝鮮や中国もそうなんですけども、要するに使ってる人のルートが錯綜として、トップが使ってる人じゃない人がものすごい変なところで動くんですよ。そう、話がパーになっちゃう。だからまあもう一元化したいと安倍さんはお考えになったというのは当然ですけども、やっぱりこのね、日本の高級官僚で北朝鮮や中国というね、これ大変なとんでもない連中ですよ。その手先となってる連中と仕事ができるんだろうかということがあります。やはりこれはですね、やはりはるかに、荒っぽい仕事です。成功法で、あるいは日本の官僚システムの中で、部下を使って、あるいはその部下が民間人をちょろっと使ってというようなことで、外交が進む世界では私はないと思っている。ここは本当に、手荒な世界。そういう意味でですね、やはり日本が C をもうこの北朝鮮、中国、ロシアというですね、この国が日本の最接近、お隣ですよ、見たら領土が見えるっていうようなもんですよ、言ってみれば。その最も身近にいる国との関係を考えても、やはり情報戦について、もう新しい次元に入らないといけない。でもこの番組で繰り返し取り上げている日本の核武装、これももちろん、核不拡散条約に加盟している、まあ、基本的にその条件下でですね、その条件とアメリカの核の傘という話があるんだけども、その核の傘というものの有効性が非常に今もう見透かされてきている中で、核武装論は必要なんです。すぐにやるって言ったって、それ国際社会の非難は当たり前ですよ。だからそうじゃないけれども、国内ではこの議論を加速させて一種の政治的な圧力にしないといけない。同じように情報機関も今すぐ作るということ、何の用意もない、難しい。だけどもこういう認識や議論は相当加速させないといけないということを思います。安倍さんの下駄を
下駄ではない、本当に地盤が10センチ15センチ国民を守れる地盤の土台を作っていくということが安倍さんを本当に継ぐことなんではないでしょうか。ではいつものように論語をちょっと、子曰こうと、子曰く、今のこうなるものはこれをよく養うという、養うをですね、養うを言う。剣馬に至るまで皆よく養うことは、形せず馬何をもっては勝たんやというんですけれども、これは子曰というやはり孔子様の皇帝がいますが、これからちょっと孔の話、親孝行の孔というのがテーマになってきます。これは何度も言いますけども、論語の大きなテーマが孔なんですね。そして日本人がもうこれももう非常にこの昔聖徳太子の時代、万葉集にたくさん親孝行の歌があるんですよね。世界中の叙情詩で親孝行の歌が、あんなにあるっていうのはあんまり私の文芸常識ではないけどな、あんまりないんじゃないかな。だからこの日本人というのは本当に親孝行民族だと。で今もね、私どもの世代なんて前後というのはもうその反親に対する反抗とかすごい時代だったけど、どちらかというと非常に親子仲がいい、時代に今なってんじゃないでしょうか。でまあそれがまたなかなかね、この子供の親離れができないから、この、結婚がなかなか進まないとか、そういう問題もありますけど、やはり親孝行という感覚は今の若い世代にもよくわかるんじゃないかな。そういう意味でですね、この論語というのは今の日本の若い人たちにも十分響く、文献なんじゃないでしょうか。いいことを孔子様はさすがのこと言ってる。今の親孝行っていうのは、親をね養うと、親のその生活の面倒をね、年を取っちゃった親を養うということを言ってる。しかしですね、犬だって馬だって、養うっていうことはするんだよと、要するに飯を食わしてやるというようなですね、それは動物がだってやってるんだと。人間における孔ということ、人間における孔においては尊敬と、この敬と尊敬ということがなければ、人間と犬や馬をどこで分け隔つことになるんだろう。これはね、最も本質的な、実は人類において最も重要な哲学の一つです。親孝行のみならず、愛と敬という、愛するという愛ですね、敬という愛、で愛情というのはもう哺乳類であるからね、愛は大事だと、愛は全てを癒す、あるいは愛というのは本当にね、愛は地球を救うですか、あれはだいぶなんか不祥事があったみたいだけど、まあ愛という言葉はまあ非常に通りがいいわね、歌謡曲だって何だって愛にあふれてますよ、言葉の上だけなら。でも敬っていうものはあまりね出てこないでしょ。これ良くないんですよ。愛というのは哺乳類でもあります。哺乳類の中にも愛はあります。尊敬はありません。尊敬というのは、哺乳類、霊長類と人類を分かつ最大の最も大きな感情上の変化なんです。私たちにはこの尊敬というものがある。そしてこの敬意というものをきちっと教え合わない社会というのは、片っぽでは愛という言葉がこれだけ氾濫しているのに、どんなに、残酷残忍な人間関係が増えました。人のことを本当に平気で裏切る、平気で嘘をつく人がどんなに日本に増えてしまったか。腹の中では所詮お金が全て。愛っていうのはね、悪く言うとエゴの延長だから。愛っていうのはね、自分さえ良ければいいの次はどうなる？自分の家族さえ良ければいい、自分と自分の子供さえ良ければいい、自分の身内だけ良ければいい。愛というのはですね、社会に対する公共精神、あるいは他者に対する尊敬という感情とともに育てないと、簡単にエゴイズムに転じてしまうものなんです。ですからこの親孝行ということと尊敬感情をセットにしたという点で、孔子様という人はやはり根本をズバリという、今私は長々と説明してますけども、孔子様という人はこれを一言でバシッと言って、素直にこれを実行していくと、人間がみんな本当に奥深く立派な人間になっていくという道を示しておられる。一つ一つ、奥が深いなと思いながらお話をさせていただいております。ありがとうございました。